ブルーレ乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今日は博多駅のそばでリーズナブルに楽しめるお店、酒場劇場センベロロケット駅東製作所にお邪魔します。 JR 博多駅から歩いて5分、福岡合同庁舎横にある酒場劇場センベロロケット駅東製作所。店内はカウンターやテーブル席のほか、掘りごたつやお座敷も用意されています。店長の本田さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらはどういったお店ですか？昭和の和、日本の和、そして日曜劇場をテーマに元気いっぱいに営業させていただいております。確かにもう入った瞬間ドラマの世界みたいです。ありがとうございます。おすすめメニュー教えてください。水炊きおでんが、おすすめでございます。一番の人気でおすすめなのが、和牛すきです。うわー、大きい。すごいですね、お肉の旨味。そうなんです。もう噛むたびに和牛の旨味がジュワッと出てきて、はい、鶏のコク、はい、が出ているので、はい、なんかさらっと爽やかなんですけど、はい、しっかり旨味が出ていて。ありがとうございます。おっしゃる通りで。おいしい。この焼酎に合うお料理教えてください。はい、博多一口鉄鍋餃子でございます。タレも準備してるんですけど、あんが美味しくてタレつけなくてもそのままでもめちゃくちゃ美味しい餃子でございます。皮はサクッとパリッとしてるんですけど、はいはい、中のあんが本当にとっても美味しい、はい、ありがとうございます。一口ちっちゃいのにインパクト大きいですね。あ、そうなんです。もうおっしゃる通りだと思います。ジューシーな餃子とすっきりした焼酎、よく合います。ありがとうございます。それでは最後に一言どうぞ。はい、ありがとうございます。センベロロケットという店名の通り、1000円でベロベロ、お酒を3杯、そして小鉢が1品ついて、1000円でやっております。皆様どうぞよろしくお願いします。それでは本田さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りしました。